ずつ準備室、うわ。準備室って。手術中のランプが点灯してますけど。そうだよね。ついてるよね。あれ、なんかあるぞ。また、これはオルゴールか。オルゴールってわけじゃないのか。ただの社だ。院長じゃねえ、あれ。院長生きてた。院長生きてた。あれ、院長いなかった。なんだ。市松人形が乗ってる。取ってこいってことか。なんだあれ、逃げないと。逃げんのかーい。れが院長が作り出した化け物。どうすん、どこに逃げるの俺は一体。なんか逃げる場所あったっけ。いやー、早く入って。これは一体どこに逃げんの。何、なんでやねん。こっちから出られない。出られるよ。あれ、うっそ、なんやねん。またどっかに隠れればいいのか。分かったから。院長室。お、走れたぜ。教室までダッシュだ。一定距離引き離せばよかっただけだった。あれやね、てっきりまたロッカーかなんかに隠れるもんだと思ってた。ただ走ればよかっただけだった。てっきり走れないものだと完全に思ってましたね。まだノックしてますな。じゃあ、一物免許を取ってこよう。足は決して速くはない。で、なんかここにあったし。取れなかったし。また、あれかな？また自動セーブ入ったし。またダッシュか？それともキーアイテムを取ったから自動セーブ入ったのかね、今の。多分そうだろう。こっちに行くしかないか。第5、5。6、7。鍵ないから入れない。入れた。入ってる。
わらわらと草が生えてます。カセットテープ、ラジカセ、お、本、ああ、足を切断。また、あの化け物への、化け物のパーツが揃っていく。そういうこと。またオルゴール、あった、その前に第5に行きたい、第5に行きたい。ここは何もない、すごく綺麗。あ、第5って下か。またあ、違う。また、またじゃない。骨董品のアンティークの話をしてただけだ。またどっかのパーツを切断したとかっていう話になる。剥離病といけないでしょ。ないよね。さて、下に行って第5。室第2第3、あ、第5だ。何があるの、鍵持ってったの、これか。アンティーク集めの趣味っていう患者の感想だった。それだけのために鍵を持っていた。アンティークが好きですよっていうことを確認しに来ただけだった。あ、また市松に。なんか関係してんのか。これまたどっかに使うのか、市松人形。どこ、これ。第3号室。はい、どこ。隔離病棟は入れないから入浴室を覗いてみる。入浴、え、入、あ、配膳室だった。これなんで入浴室だって思ったんでしょう。開いてる。なんか隠れられるってことは、またあの化け物から、化け物から逃げるタイミング。おー、手術、手術準備室に人形を置く。はい、また鍵だ。もうなんなん、鍵取らせてよ。誰か入ってた。出られちゃった。あ、また習慣。ルポ。山岳信仰。あ、エムローってやっぱり。以前やったやつだ。
以前やったな。あれ、エムローだっけ。稲葉ジロ。入院食が意外とまずくない。よかった。ここの病院、隠れた病院も許さない。信念があるらしくて。全身隅々まで検査してもらった。でももしこれで自分でも気づかない重い病気なんかが見つかったら落ち込むな。まあご飯美味しいってことは平気か。めっちゃ声聞こえますけど。手術準備室に来て、せっかくのアイテム出てきたのに取れてないからね。どこのかこれ。隔離病棟、レントゲン室、化学、本化学、地下施設、地下設備の奥に扉を埋められた昔の倉庫があったはずだ。おそこに体保存してる。やばい、バラバラの体が。あ、美佐子、どうしてももっと、どうしてもっと早く見せなかった。私には救えないと思ったのか。キングにも守れなかった私を恨んでるのか。やばい。患者がいない、誰も切らせてくれない。やばい。なんかもう院長がおかしくなってってる。わーい、わーいって言っちゃった。そんな感じで出てくると思ってなかったから。今何？これか。また業務日誌。宮田健太の X 線の際、ご厚いご厚意で院長に代わっていただきました。お昼休みは取れそうになかったので助かりました。だそれ。そんなことのためにここに来たのか。やっぱあかん。他にもなんか重要なものがあるに違いない。最後のエリア。まあ、でも地下もあるもんな。あ？まめにセーブは重要。あ、また鍵。どこの鍵？機械室。で、どこ？ああ、ちゃんと、椅子は、片さんとあかんな。みかんもらいました。ご自由にどうぞ。いつもありがとうございます。っていうただの、日常会話。実績が解放された。本田純子。開業して早々に警察が来て話を聞いていた石原さんが去年末に退勤したきり、家に帰ってこないという。心配でも石原さん最近長年の思いが届くかもと漏らしていたって同期の子たちが言ってたし、きっと恋人と家ででもしたの駆け落ちか。しばらくしてフラッと帰ってきたりして、とにかく全員帰り道に気をつけよう。業務連絡。今までここの周りは暗すぎたかもしれない。街路灯のカタログも請求しよう。明るくしていいイメージにしよう。委員長が来ない。こんなことは初めて。あの先生が無断欠勤するわけないし、休みの間に何かあったとしか思えない。外来を閉めて今警察に連絡した。嫌な予感がする。今日も先生は来ない。車は車庫に残ったままだそう。
ままだったそう。何を言ってるんだ。先生、本当にどこ行っちゃったんですか。先生はまだ戻らない事件や事故に巻き込まれたのかもわからない。みんなを集めて、今起きていることを全部話した。とにかく患者さんのことを考えなくちゃ。応援がもらえないとまずい。入院患者さん2名の受け入れ先が決まった。あれからもう1週間以上が経ってしまった。警察は事件として捜査しているけれど、何の手がかりもないなんて、今後は休業のための手続きが行われること。手続きに追われることになりそう。私たちも解散。これからどうしよう。何も考えたくない。捜査してたの。院長の突然の失踪で大変だった。院長失踪して警察が調べたのに、あれだな、思ったほど何かが見つかることはなかったけど、今回また新たに再調査したら、次から次へといろんなものが出てきてしまう。そういうことっすか。またロッカーだ。まあ、なんかいなかったかな。作業部屋。寝室の横の部屋。寝室の横の部屋って何？まあ、なんかいたような気がしたんだけど。入る寸前に。気のせいだ。気のせいだ。まあよくあるわな。まああるわな。今さら気づいたけど、子供の泣き声、赤ちゃんの泣き声ですよ。あ、お前か？赤ちゃんの人形が片目がないようだが。赤ちゃん、私の赤ちゃんの目が。何？目探してこいよってことか。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃんって書いてある。大地さん。目が見えない。を尋ねれば大丈夫だ。あ、やっぱりあれだ。掘りすぎていくやつ。おしん様。あ、やっぱあれだ。なんだっけ、タイトルが出てこないけど。なんとかろう。なんとかすなろうとかって。あ、こっち見てる、もしかして。そういうわけでもない。じゃあ、人形の目を、しって書いて。赤ちゃんの目、赤ちゃん、なんて、出して、し。まあ、大人の部屋に行くしかないか。赤ちゃんの目って言われてもな。嘘だろ、それなんて聞いてねえよ。何？それなんて聞いてねえよ。髪の毛剃られたってことか？スキンヘッドになりました。あれ？出ない場所。鍵もたくさん持ってた気がするな。
械室。機械室。作業部屋。これ、この二つか。このコンコンとなってるのかな。こんなか。というわけじゃなかった。カラスがトントンしてたの？機械室。あ、機械室あった。エレベーターの隣だった。故障中。委員長、回転場に何かあるのか。あ、またオルゴールどんだけ好きやねん。オルゴールの361136どこやねん。オルゴールどこにあるかまではき1と3と6のオルゴールの円盤が必要なのか。また探してくるのが、どこにどこが置いてあったかなんて覚えてないっす。時間弁。また追いかけっこしながらディスク探しか。あ、ナンバー6。